緊急出動中の警察車両が交差点を歩いていた女子大生をはね死亡させた事故で現場の実況見分を行った別の警察官が死亡した犠牲者を侮辱し嘲笑う会話がボディーカメラの映像に録画されていました。<she> <laughs> ワシントン州シアトルで1月23日麻薬過剰摂取の通報に対応するため現場に向かっていた市の警察車両が交差点で歩行者を跳ね死亡事故を起こしました死亡したのはノースイスタン大学大学院生のジャナービ・カンデュラさん23歳です現場でこの事故の実況見聞を行ったダン・アーデラー巡査は 事故を起こした警察官の飲酒検査を行い警察官の飲酒はなかったことなどを警察組合の委員長に電話で報告その際うっかり自分のボディーカメラをオンにしたまま会話しました。Yeah, yeah, 11, anyway. アーデラー巡査は冗談で 警察の弁護士が言うことの真似をしていたと釈明しています。事故当時、警察車両は時速120キロ出していましたが、アーデラー巡査はその事実を過小に伝える場面もありました。 シアトル市警察は、透明性を保つためにこのビデオをウェブサイトに公開したとしています。Back, really、シアトル市警察では、8月初旬に警察内部からの苦情を受け、外部の監視機関がこの件の調査を開始したことを明らかにしています。